はい、どうも皆さんこんばんは。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、最近オズモアクションネタが多かったもんで、でちょっと 3D プリンターネタをね、入れてみようかなと思いまして、撮影をしてますね。この前からね、このオズモポケットね、ポケットの方の、アクセサリーね、を作ってたんですけど、どこ行ったかな、これね、こんなやつ、これメルカリの方でね、僕の方が一応販売をさせてもらってるんですけど、何個かね、本当にやっぱり買っていただいて、ありがたいなと思ってます。まあ多分ね、その後買われた後の反応っていうのがあまりちょっとよくわからないので、気に入っていただけてるのかどうかっていうところがすごくちょっと心配なんですけど、それなりにね、なんていうんですかね、まあ一応考えては作ってみたものなんで、まあ満足いただけてたらいいなというふうに思ってます。で、これの特徴っていうのは、まあこのね、ライトニングっていうか、まあUSB-C も端子ありますけど、このやつをつけてたらこう抜けなくなるっていうね、ここが、まあ、引っかかって抜けなくなるよっていうのと、あとはこの、コントローラーホイールね、これを接続した状態で、使えるというポイントがありました。で、これをね、まあ自撮り棒につけたりとか、胸マウントしたりとかいうことで、まあ、使えるという、ことですね。ポイントとしてはやっぱり画面が自分の方を向いた状態で使えるということがポイントでした。まあオズモポケットはね、この純正のこのマウントのね、アクセサリーのポイント、これまあ、使い方としては、まあ、しっかりね、固定はできます。やっぱり純正のね、分なんでしっかり固定はできるんですけど、まずここのアクセサリーは抜いて使わないといけません。まあ、こういう状態でね、ここにパチッとはめるような感じです、ね、でこういう状態で使うんですけど、まあ、胸マウントをすると画面が要するに見えない、自分からは見えなくて、録画中はずっとねついてる状態になりますから、まあ、歩いてくる人たちとかに丸見えという状態になってしまうんで、まあ、これが問題だったんですね、僕の中ではね、っていうことです。で当然コントローラーホイールの方も使えないと、ね、いうことになるんで、まあ、そういう問題をね、ちょっと解消したいなということで、作ったわけなんですけどね。で、そこからね、またいろいろ考えてまして、これはこれでいいんですけど、このモニターがね、操作がどうしてもしづらいと。これでもね、いろいろ調整をしながら頑張ってできるだけ薄くは作ったんですけど、これ以上細くしてしまうとすぐにパキンって折れてしまうんです。逆にここの L 字の部分を取ってしまうと、当然この何ですかね、このライトニングのこれがここに当たることによって抜けなくなってますから、それができなくなる。まあ、コントローラーホイールだけであればね、まあ、横とかの部分とかに当たってるんで、まあ、抜けはしないんですけどね。だからまあ、ただここがね、ちょっと、使いにくいなということを感じてました。で、いろいろ考えてたんですけど、実際使ってみると、やっぱりもうコントローラーホイールをつけて使うことの方が僕は多かったんです。で、皆さんこれお持ちかどうかわかんないですけど、やっぱこれがあれば、チルトとパン操作がやっぱりここでね、できるのがすごくやっぱり便利なんですよ。だからもう結局つけっぱなしになるんです。っていうことは、もうこのライトニングじゃなくて、コントローラーホイールで固定できるような器具があればいいんじゃないかな、ということで、ちょっと改良に改良を重ねて作ってみたのが、じゃあ、こいつ。ね。こいつ。これ何かというと、下も抜けてます。これまあこのままだったらスコーンとね、落ちてしまうんですけど、コントローラーホイールを挿してあげると、ここの端っこの部分ね、ここで固定されるようになってますね。こういうふうにね、こういう状態ですね。
で、なおかつこの下がなんで抜けてるかというと、これもセットで買われた方多いんじゃないですかね。ワイヤレスモジュールだったかな、なんかそんなやつですね。これを装着することができます。で、装着した状態だとやっぱり落ちてしまうことがあるかもしれないですね。まあ純正とか あのまだ出てないですけど、こう自撮り棒とかだったらこいつをこう底につけてもうこうやって撮ってるような状態なんで、まあ、そんなに簡単に抜け落ちるような強度ではあの結構ね抜けにくいんですけど、多分そういうのも含めてね、作ってるから抜けにくく作ってるんだと思うんですけど、やっぱりこう胸マウントして歩いてたりしたら落としたらちょっとえらいこっちゃですよね。あの結構値段しますもんねこれね、あのワイヤレスモジュールだけでも。だから、僕はそう思ってこんなんを、ちょっとこれまだ試作品なんですけど、こんなんを作りました。これね、これちょっと刺すときの、あのこの工程があまりちょっとめんどくさいっていうかね、まあ、こういう状態にセットしてもらって、ここね、ここにこのなんていうかね、ワンタッチのカップラーみたいな感じちょっと刺して、でその時にこの USB-C をね、このちょうど一緒に上げていってあげて、こうギュッとね、あのオズモポケットにこう固定してあげると。でこういう状態にするとここがまあ抜けない状態になってて、こいつがまあもし脱落した時に脱落防止で抜けそうになった時ね、まあ、こういう状態で使えると。だからこれだとまあ、コントローラーホイールこれはもう絶対必要なんですね。ここで押さえるから。もうライトニングだとスコスコになっちゃうからダメなんですけど、コントローラーホイールとワイヤレスモジュールが付けた状態で、まあ自撮り棒なり胸マウントなりができて、で、自分の方に画面が来ると。ね、いうことで。まあかなりあの、コンパクトに。で、画面操作もね、当然、まあちょっとここの部分はね、当たったりはしますけど、まあかなり、こいつに比べたら、改善をしたと。ただ、ね、当然、こいつ持ってない人はこれ使えないんで、このちっちゃい方ね。あの、そういうデメリットはあるんですけど、まあ、こういうのを考えてみました。で、あと、このね、カチってやるやつ、ちょっとこれも、一回作って失敗しちゃったんでね、あれなんですけど、よいしょ。ワイヤレスモジュールこうつけると、ここに充電の、ね、端子が来ます。ね。でちょうどね隠れてしまうんですよ。まあ横からねこうガチャンってやろうかなと思ってて、なんか横に出っ張りがあるってなんかあんまりスマートじゃないなと思って、綺麗じゃないなと思って、あのやっぱりこっちかなと思ってね。でどうしようかなと思ったんですけど、ちょっとこれねまだ試作品途中でね、こういう風に 3D プリンターで作っていくんですけど、途中でね何ですか、フィラメントが切れちゃって、でもあの作るのやめたっていうね、中途半端な白物なんですけど、ここに穴を開けてます。要するにね。で、ちょっとね、この厚みも分厚くしてます。この柱の部分がね、なんですか、やっぱ丈夫にしとかないと、こんだけ中抜いてますから。ね。で、ここの部分が、まあ、まだ造形できてないっていう状態なんですけど、これでいくとね、まあ、こうやって、カチンと打って、よいしょ。ん？反対か。あ、ちゃんと打ってみようか。よいしょ。まあ、こういう状態ね。これちょっと、まあ、そこで支えがまだ完璧出てないですけど、これだと、充電ができます。USB-C が、ちょっとね、ごちゃ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 いろんなものがあるんで、C の端子が、あ、もう、これ、ちょっと違いますけど、まあ、要するに、こういう状態ね。これちょっと違いますけど、うん、こういう状態でさせると。だからオズモポケットを充電しながらこうマウントするなり自撮り棒をつけるなりで使えるという風にしたらいいかなと思ってね、まあ、この強度も見てたんですけど、まあ使えそうな感じだったんでね。ここはねやっぱりね、弱いのは弱いんですけど、こういう風に作ってるんで積層がこう出てるんですよ、層が。なんていうか、印刷してるね。だから、こういうのには強いんですよ。ね。これがもしこういう風に作ってたらね、ピュッとやったらパキンと折れちゃうんですよね。はい。
結構ね 3D プリント面白いんですよね。この作る方向とかも結構考えてやってあげないと、ちょっと力加えたらパキンって折れちゃったりねするんでね。まあそもそもなんかあんまりこういうガジェット系を作るもんでもないのかな。なんかこうね、ちょっとしたお人形さんみたいなのを作るんやったらね、全然そういう強度あんまり関係ないとは思うんですけどね。こういうのを作るときはすごい強度ね、大事ですよね。はい。ということで、一応こういうのも作っています。で、これできたらね、こいつはまあ販売しようかなと思ってるんですけどね。まあちょっと値段とかまだ全然考えてないんですけど。あと、別バージョンで、一個考えてるのが、こいつ。これ何かって言ったら、まあさっきの最初の初期モデルと同じなんですよ。特に変わってないんです、上の部分。ただ、ここに、こういうふうな、さっきね、ちょっと出てたんですけど、これね、つけた時も、ついてましたけど、こういうのをつけました。で、これ何をするのかというと、こういうのを、作ってみました。だから、ここへね、こうパチンってやると、あんまり重たいものはつけれませんけど、例えば、ライト、ちょっとちっちゃなライトをつけるとか、まあ、そういうのをこう何ですかね、つけれるように、したらどうかなと思ってね。まあ何ですかね、これ逆向きにつけるっていうのはね、やっぱりね、これ抜け落ちたりして落ちる可能性あるんでやめた方がいい。結構しっかりね、何ですか、噛むのは噛むように作りました。だけどやっぱあんまり重たいものとか落ちたら困るものはつけないような方がいいと思うんですよね。まあ、こういうふうにね、一応上でも下でもつけれるように。まあ重たいものやるときは上につけた方がね、全然安全ですけど、まあ、軽いものであればこうやって下向けでも一応つけれるようには考えて、作ったんですね。まあ全方向ね。まあこんなんがいるか、いる人が本当におるのかっていう話。これちょっとあれだな。これ抜いてないと入れれないな。多分はい。まあこういうものも作ってます。これ正直ね、これを作った後にこれ作ったんで、これができてしまったら、これいるのか、いる人いてるかなと思ってね、正直。なんかあんまりいらないかなと思う。まあ一応作ったらね、まあその、やっぱりいろんな人がね、いてると思うんで、このつけれるやつもいらんよって言って、一番初期モデルの、これがいいよっていう人もいてるかもしれないし、まあそこら辺はね、いろいろバリエーションを出していけたらなと思います。はい。で、一応オズモアクションの方はね、まあこれもうほぼほぼ GoPro でいろんな用品がもうすでに出てるんで、もうそれを買えばいいですよね。わざわざ作る必要はないと思うんで、まあそれを買えばいいと思います。まあオズモポケットに関してはやっぱりあの互換製品っていうかね、オズモアクションの場合は GoPro が今までの製品がそのまま ほぼ流用できるわけですけど、こいつの場合はそういうわけにいかないんでね、やっぱこいつの用品になってくるかなと思っています。で、あとドローン関係だったら、とりあえずファントムのケーブル巻くやつね、あれだけはもうすでにあそこね、メルカリで販売をしてます。あ、メルカリの方はね、僕のページは下の概要欄の方に載せとくんで、もしよかったらまた見てみてください。一応ね、もうそんなに個数は上げてませんけど、ちょっとね、何ですか、余分めに作って置いてたりもしてます。まあいきなりね、バババッとこう売れちゃってなくなると困るかなと思ってね。だからまあそこら辺は柔軟に対応できるようにはしてます。ということで、一応こういうふうなものも作ってみたりはしてるんですけどね。これも中途半端な感じかな。これはまあ、さっきの、何ですかね、底を抜けてないバージョン。ね。こいつの場合は底抜けてるんですけど、こいつの場合はワイヤレスモジュールが付けれないタイプですね。まあ、その代わりしっかりしてると思います。ね。こういう。で、まあ、3つこういう風などこでもつけれるやつがついてると、まあ、ライトとかもつけれるっていうパターンのやつです。よいしょ。やっぱりこのケース単体でいくんだったらね、やっぱりこいつはここもう抜いちゃってるんで、やっぱりこう
積層がさっきも言いましたようにこう縦に積んでいってるんでね、だからここをグッてやると多分パキンと折れますね。だから中にねこう物を入れちゃってた、出たらね、まあ、そんなにあのやっぱり強度がね増すんで、例えばワイヤレスモジュールもこうね、こういう風な感じで接続して結構ピタッピッチリね来るようにしてるんで、だからまあ入れちゃえばあの問題ないと思います。だから僕も、最近はもうこれ作ってからはこういう状態で、であとそうそうそう、あとね、これはもうね出来合いのどこ行った、出来合いのもんでねあるんでね、それは皆さんそれ買った、あ、これこれ PGY テックっていう、これも概要欄に載せときます、リンクね、 Amazon リンク。このケースはね、800円くらいだったかな、まあ安いんです、1000円もしないですね。これは買った方がいいですね。でこれをこうスポット入れてこうやってやってるとね、これ中こんな感じでちょっとセパレートで分かれてるんですよ。なんかカメラの上の部分を固定してこのジンバルっていうかこのくるくる回るところもこうある程度固定してくれるんで、まあちょっと動かなくなります。まああんまり力加わるとダメですけど、だから僕は最近こういう状態でカバンの中に入れてますね。もう外すのめんどくさいしね、そしたらもう出したらこの状態で使えますから、まあ ここ入れてね、こういう状態。ただこの刺すやつつけなかったらね、これはこれで便利なんですよ。ここが平らだからそのまま置けるんでね、机とかにこいつつけるとね、どうしてもこうボコッとここが出ちゃうんでね。ただこのアクセサリー自体をそこを大きくしちゃうのもちょっとなんか不細工だなと思ってね、こういう風に出ちゃうんでね、ここをもっと広くしてね、全体に立つようにもできなくはないんですけど、まあ、まあそこまでね、やる必要があるのかなとも思ったりしちゃうんで、まあこれはこれで完成形かなと思ってます。では僕は最近これでカバンの中に、あれね、最近買った PD の、ピークデザインのあの、スリムね、スリム？スリムだったかな？うん。っていうね、ウエストポーチみたいなやつに入れて持ち歩く。出ますね、はい、これ結構いいと思うんですけどね。ということで、あとまあなんだ、まあごちゃごちゃいろいろなもん作ってるんですけどね、またそこら辺は、ご紹介をしたらいいかなと思います。あとドローン関係の用品はね、やっぱりねちょっとなんていうんですかね、下手に作ってねこうドローン自体につけるようなものは下手に作って落ちてしまったりしたら困るんでね、まあちょっとなかなか作りづらいかなと。作っても、まあ僕使うだけだったらね、まだいいにしても、ちょっとまああんまり販売っていうのは怖いかなという感じはしてるんですけど。あと、ドローンのこのコントローラーとかね、方につけるやつ、まあ、前もちょっと紹介しましたけど、このやつね、こういうやつも作ったりはしてるんですけど、これもやたらに、まあもう見てからにね、ちょっと大層でしょ。だからこれも作る時間がね、すごいかかるんでね、なんていうか、ちょっと作る時間かかるっていうことは、ちょっとこう、やっぱりね、材料費も結構かかるし、あと、やっぱり、なんていうか、製造時間がね、もう、一日中回してるような感じになってきたりね、するんで、どうしてもお値段上げないと、やってられないっていうか、労力に全然見合わないっていうか、感じになっちゃうんでね。まあだからもう別に誰も買う人おれへんやろなと思って、これはもうまあ自分で作って楽しんでるだけかなと思ってます。はい、ということで、またねいろいろ、まあ作ったらご紹介してやっていこうと思います。で 3D プリンターは僕ね2台持ってて、1台があれね、フラッシュフォージ、っていうとこのアドベンチャー3っていうモデルと、もう一個はこの前ね、ご紹介した中華製のちょっとお安いやつね、値段2万円、3万円くらいかな、だったかな、トロンクシーやったかな、っていうとこのメーカーなんですけど、まあ、これの2台のね、違いっていうのもあるんですけど、まあやっぱり、綺麗なのは値段高いアドベンチャー3の方が、やっぱ綺麗ですね。確かに。だけど、綺麗さを
求めないんだったらあんまり変わらない、できたもののこの強度とかそういったもの、まあ、だから本当に細かいところでの造形を求めるんだったらやっぱり値段高い方がいいのかなって感じはします。まあ安いやつはね、まあちょっと造形精度はまあちょほんのわずかね、まあ、気になるか気にならないかの話なんでしょうけど、そういうところの細かさっていうのはちょっとないかもわかるんですね。ちょっと落ち程度が落ちるっていう、でも値段からすると全然十分、本当に、なんていうか、全然十分です。だからこういうのを作るのも全然安い方でもいける。僕1個作ったんですよ。どれやったかな、これのね同じタイプでね作ったんですよ。一回こう出来具合を、あ、これかな、これとこれ、これが多分安い方なんですよ。これね、これが高い方、フラッシュボディね、こっちがトロンクシーか、うん、っていうとこのやつね。どうです、あんま分からんでしょ、こうやって見てると、うん、だから造形のね差もね、こっちまだこれつける前だったんですよ。これ作った後にやっぱり脱落防止器具いるかなと思ってね、こっち作ったんで。わからんでしょ。だから全然ね、このくらいのアイテム作るんだったら安い方でもいいです。あとはまあこの 3D データを CAD で作れるかどうかなんですけど、まあそれは僕でもまあ使い始めてねすぐできたんで、まあやろうと思えばできます。みんな大丈夫です。ね、一応2台とものなんていうか購入先リンクもね下の方貼っておきますね。また もしよかったらね、興味あったら自分でやってみようっていう人がおればね、一回トライしてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。そしたらね、とりあえず今日はこの辺で失礼します。さよなら。